皆さんこんにちは、 CSK です。やっと発表されましたアレクサス RX の年次改良モデル。すでにですね、いろいろなところで 350H の追加および年次改良モデルの契約のご報告は流れてたんですが、相も変わらずですね、公式発表が出ないということで、なかなか動画にできなかったんですけれども、7月の27日についに公式発表されたということで、本日はその改良内容の簡単なまとめ、これから契約しようかなって思ってる方もまだ間に合うので、そういった方の参考になるようなまとめと、正直ですね、今回の改良本当に個人的に思うところめちゃくちゃあって、そういったところの不満も含めてちょっとお話ししていきたいかなと思いますので、お付き合いよろしくお願いします。最初にですね、この RX の年次改良モデルにおけるトピックスですね、メーカーとしてはここを改良してますよというところポイントのまとめと、そこに続いて個人的に気になるというか注目していたポイント、まあもしくはさっきのちょっとね物申したいと思ったこと、そして最後にですね、これから契約する方にとっても重要な納期的なところの部分という、こういう3本立てでやっていこうかなと思います。ではまずはじめに今回のレクサス RX の改良内容について主要項目をまとめていきたいと思います。基本として紹介していくのはいつも触れているレクサス公式のレクサスグローバルニュースのホームページから引用していきます。まず何といっても一番大きなトピックスとしては、純粋なハイブリッドモデルでもあるレクサス RX350H のパワートレインが追加されたこととなりますね。ただこちらについては昨年のワールドプレミア時から存在自体は分かっていて、国によっては販売されていたわけなんですよね。私が行ったアメリカとかでも走ってるのを目撃しました。なのであくまで日本国内をレクサス NX の生産をまあ優先すること、オーダーを集中しすぎないようにすることなど、いろいろな策略もあってですね、発売そのものを見送っていたものを追加しましたよというものになりますので、昨年の時点で発表されていた 350H のパワートレインから新しく何かが改良されたということはありません。NX 同様 2.5 リッターの NA エンジンプラスハイブリッドというシステムで、決してパワフルなパワートレインではなく、 NX のサイズ感や重量にとってはまあ必要十分にしてこれでいいと思う方が多いと思いますが、このレクサス RX と巨体となると正直どうなんだろうって思ってる方が多かったんじゃないかなと思います。ただここについてですね、日本仕様としての情報っていうものはそもそも開示されていなかったので、今回の改良において分かったことっていうのがあるんですよね。それがですね、燃費性能ですね。日本で燃費の表示として採用している WLTC モードというものがあります。こちらでですね、なんとその燃費性能 20.2kg というかなりのですね、高燃費を叩き出してるんですね。ちなみに参考程度に同じ 2.5 リッター NA ハイブリッドの NX350H っていうのは 22.2kg となってるんですね。つまり 2kg の差しかないということになってくるわけなんです。で、それ以外にもこの WLTC モードっていうのは、ストップ&ゴーも想定した市街地モードという計測方法と、信号があまりなくて止まることは基本ない、でも速度はそんなに出さないということを想定した郊外モード、そして我々もよく乗る高速道路モードという3点が個別で表示されるようになってるんですね。このあたりの市街地モードは NX350H は 19.2 に対して RX が 16.5、郊外モードが 24.4 に対して 22.5、 高速道路モードが 22.4 に対して 20.8 というような違いになっているので、思ったよりもここの差は出なかったように抑えてきたんだなというのが率直な印象でした。この上で私たちも知っておくべきことというところでいくと、先ほどから 2.5 リッター NA エンジンにハイブリッドで同じ仕組みみたいに言っているんですけれども、エンジンの排気量こそは一緒なんですが、使用しているハイブリッドのバッテリーの種類が変わっています。こちらのバッテリーがリチウムイオンバッテリーといって、皆さんのねスマートフォンとかにも使われているようなかなり有名なバッテリーが使われているのが一般的なんですが、 RX の 350H に関してはこちらをバイポーラ型のニッケル水素電池といってですね、トヨタ社の新型アクアで採用されたより高出力に振っているバッテリーを搭載しているんですね。こちらは先日発表された LBX においてもですね、ヤリスクロスでリチウムイオンバッテリーのところをバイポーラ型のニッケル水素電池に変えてますよ、それによって出力が上がってますよとアピールされているというところもありまして、ハイブリッドにおける燃費性能っていうのはバッテリーによる EV 走行をどれだけ稼げるかによって決まってくると考えています。そしてそのバッテリーを使える量っていうのは、当然そのバッテリーをブレーキをかけたりすることで得られる回生ブレーキでどれだけね電力回収できるかとかによって、まあ、その分多く電力で走れるっていうことが決まってくるわけですから、そのエネルギー化する効率がいいバッテリーの方が燃費って良くなるイメージなんですよね。で、なんでこんな回りくどい話をするかっていうと、今まではそのリチウムイオンバッテリーの方がこういった燃費性能というか効率の良さには特化していて、バイポーラ型のニッケル水素電池は、まあ、そこよりも瞬発的な力ですね、瞬発力とかパワーのところに影響すると言われていまして、実際にですね、昨年のワールドプレミアの時点では 350H のパワーっていうのが NX よりも強く設定されたので、バイポーラ型のニッケル水素電池を使うことによってパワーが強化された分、燃費性能を犠牲にしたのかなと思ってたということが言いたかったんですね。なのでこの燃費性能を見た瞬間に、変わらないどころかむしろ巨体でこれってことはいいんじゃないっていう、
そのうちこれ NX もバイポーラ型に改良されるんじゃないっていうか、した方が良くないみたいな、そういう内容を見ることができたので、ちょっと個人的に驚いていたところになります。NX350H で採用されているハイブリッドシステムはですね、本当に街中を走っている分にはとても静かですし、高速道路の合流でベタ踏みとかをしない限り、言われているようなエンジン音とかも正直気にならないんですよね。で、その上でさらに高出力になったこの 350H が、この新しくなった RX の巨体においてどのぐらい快適な走りを両立しているのかっていうのは本当に気になるところなので、試乗車が配備されたりですとかね、乗る機会があったら本当にいち早く乗ってみたいなと思っています。ちなみにですね、 NX と2駆モデル4駆モデルはしっかり設定されていて、どちらか選べるようになっていて、 AWD システム4駆システムについては引き続き E4 電気式の AWD システムを採用しています。前後の駆動配分についても100から2080の割合で緻密に制御することができるとなっています。そしてこれ以外の改良部分っていうところなんですが、まあ、いつもの通りですね、オールウェイズ4の精神で細かい部分とかですね、1年経って製造してみて変えてる部分とかあると思うんですけれども、公式に改良内容として発表しているものは全部で3つとなっています。1つ目は RX350 のガソリンモデルに自動駐車機能のアドバンストパーク、これが NX と違ってそもそもついてくれていたんですが、なんとですね、ハイブリッドや PHV などの電気制御モデルだけだと言われていたリモート駐車機能が、なんとガソリンモデルでもついちゃったと。いや、すごいなと思いましたね。どうやって制御するんだろうというか、むしろ今までガソリンモデルにリモート機能つけられなかった意味とは、もっと言うと NX にリモートすらないアドバンストパークまだついてないけど、それはどうなるのっていうところもありつつ、技術的にはできるということは今回分かったということになるので、まずは嬉しいニュースなのかなと思っています。 RX の350のバージョン L には標準装備で、 RX 350の F スポーツにはオプション設定となっています。そして2点目はですね、後ほど物申すところでも伝えていこうと思うんですが、インテリアイルミパッケージ、つまりアンビエントライトですね、通称こちらが足元以外の現行制御を抑制し、アンビエントライトの改良を行いましたということで、噂には出ていた現行処理直してくれたんだねと思うつつも、ということで、これはこの後に撮っておこうと思います。そして最後3つ目はですね、ワイヤレス充電器、つまり置くだけ充電、これが変わったということになっていて、充電可能エリア拡大などの充電機能を向上させましたということになっています。で、この置くだけ充電の機能に関してはですね、まだちょっと明記されている場所がないというところはあるんですけれども、おそらくですね、新型アルファードベルファイアに採用されたパナソニックの新世代ワイヤレス充電器を採用したんじゃないかなと思われます。ちょっとマニアックな話になるんですが、この置くだけ充電っていうのは、スマートフォン側と充電する、まあ、置く場所ですね、置くだけ充電器側、ここでですね、コイルを使ってワイヤレスで充電をしている形になるんですね。なので設定してあるコイルの場所とスマートフォンの置くだけ充電に対応したエリアがうまく一致しないと充電ができないという仕組みになっているんですね。ただこう、スマートフォンの形状とか大きさとかによっては、車側が設定しているそのここで充電器を当ててくれっていう場所と、スマートフォンのその場所が当たりにくいとかね、あったわけなんですけれども、今回のパナソニックのこの新世代ワイヤレス充電器っていうのはムービングコイル方式ということで、まあ、言葉の通りですね、ムービングなのでコイルの部分が動くらしいんですね。なので本来よりも広い範囲のところで充電器として稼働する部分があるよっていうのが一つ。置いた端末側のコイルを検出して、そこに充電器側のコイル位置を合わせに行くんですって、すごいですよね。なのでこれによって位置ずれとかを関係なく、今いい場所において高効率な充電を実現しますよと。で、それだけちゃんとしたところにヒットすることによってですね、高い充電効率を維持する、もしくは走行中とかにスマートフォンがちょっと位置ずれがね発生したりとかしても、すぐにスマートフォンの位置を検出してまたすぐに充電を再開することができると。そして充電速度の基準自体も 15W の急速充電のワイヤレスに対応していると。ガジェット付きなものから見てもスペック自体は順当に強化されているなという印象があります。これによってなんかうまくいかないんだよねっていう部分ですとか、充電速度遅すぎでしょっていうところは多少なりとも改善される部分はあるんじゃないかなと思います。まあ、とはいえですね、有線接続にかなうものはなかったりですとか、今のように途切れてすぐに接続できたとしても、無駄にですね、自由放電を繰り返すことになるので、まあ、私としてはあまりワイヤレス充電器はもう使わないかなと思っていますが、順当な進化を見せているということだけは言っておけるのかなと思います。そして最後には価格の部分なんですけれども、もともと発売していた 500H、450H プラス、350については価格改定が入っています。RX500H と RX450H プラス、そして RX350 の F スポーツは従来の価格よりも税込みで1万円アップとなっています。
そして RX350 のバージョン L については2駆も4駆も2万円アップとなっています。この1万円の価格アップ、例えばですね RX500H とか 450H プラスっていうのは置くだけ充電が基本的に標準となっていますので、まあ、さっきのねそこの置くだけ充電の改良分かなとかっていうところが言えるかと思いますが、RX350 の F スポーツはそういったものがついていないので、一体何の改良分のお金で1万円上がったのかはちょっと謎だなと感じています。 RX350 のバージョン L についても置くだけ充電はそもそもオプション設定なのでというところはあるんですが、こちらは先ほどの通りアドバンストパークのリモート機能が追加になったので、まあ、それで2万円っていう風に考えればいいのかなと思いますが、まあ、なんかそれぞれですねこうはっきりしてない値上げ分なのでよくわかんないなって思う部分がある反面ですね、最近の物価高とかのことを考えるとそこまで大きく変わらなかったのはありがたいのかなと思います。まあ、ただですねこれ2つ目のちょっと物申したいというか気になるところにそのまま入っていくことになるんですけれども、今回追加された RX350H の価格、やっぱりね事前通り情報なんですけども高すぎるなっていう印象があります。大前提としてですね、今回この RX350H だから購入できる、もしくは RX350H だから待ってたよっていう方がね買ってらっしゃって見られてる方もいると思うので、あの気分は害さないでください。そもそも価格が高いのに変えてるのはすごいなというところがあります。あくまでちょっと物申したらメーカーさんこの価格設定どういう趣旨なのっていう、まあそういうところになるので、ではこのまま進んでいくんですが、今回の RX350H バージョン L の価格は2駆モデルで758万円、4駆モデルで796万円となります。さあこれを聞いてですね皆さんはどう感じられたでしょうか。私がですね今回のこの価格設定高すぎるでしょうって思う要素はいくつかありますが、やっぱり一番はですねレクサス NX の存在ですね。今回は良くも悪くもレクサス NX-RX っていうのは RX500H を除くパワートレインがほぼ共通となっています。それこそ前段でご紹介したように350H は名称が同じですけれどもバイポーラ型かねリチウムイオンバッテリーかっていう違いはあります。ありますけれども、そこってものすごいコストがかかる部分ではないはずなんですよね。というか少なくともそのコスト転換をユーザーがここまで数十万円の差を受けるほどのものではないと感じてしまうんですよ。先ほど話題にも出した NX の価格なんですけれども、同じですね350という 2.4 リッターターボエンジンの F スポーツの4駆モデルが NX だと608万6000円なんですね。でこれに対して NX350H の2駆のバージョン L のスタート価格が617万6千円なんですよ。つまりですねガソリンモデルの4駆とハイブリッドモデルの2駆の価格差っていうのが本当に10万円ぐらいしかない設定になっているんです。で当然これはですね2駆モデルか4駆モデルかによってだいたい30万円前後ぐらい差があるのが普通なので、万が一 NX350F スポーツに2駆モデルが存在したらまあ570万円ぐらいで40万ぐらいの差があるっていう、まあそれは納得なんですけれども、 RX の 350F スポーツにおいても4駆しかないので、この価格差っていうのはすごく参考になると思うんですよ。まあ、そして今回の RX においてはどのぐらいの価格差なのかというと、RX350F スポが707万円に対して、RX350H が758万円です。つまり51万円も価格差があるので、NX よりも41万円かそれ以上ぐらいですね、価格差があるんですよ。まあ、そもそも皆さん覚えてらっしゃるかと思うんですけど、この RX においては、そもそも 450H プラスも、NX 対比で考えた時のパワートレイだけの差額っていうところでいくとちょっと割高に設定されすぎていて、むしろ 500H と 450H プラスの価格差がないですとかね、なんかちょっと疑問に思うところっていうのはずっとあるんですよ。当然 NX と異なってここまで標準に入ってる云々とかはあるんですけど、そのね該当すると言われるオプションとかをくっつけたところでここまでの価格差にはならんでしょうっていうふうに電卓を叩くとなるんですよ。だからトヨタレクサスの価格設定って割となんだろう、そういう数字とか装備のところではっきりと値付けしてきてる傾向にあったので、それがこの新型 RX においてはだいぶですね従来通りの価格設定になっていないところがっていう感じなんですよね。事実ですねこれ最後に納期の話でも触れるんですけれども、この RX350H お店によって変わるとはいえですね割と売れてないみたいです。というかまだ枠が残ってるということをよく聞きます。でそれはですねやっぱりまず 350H っていうハイブリッドは一番日本人が好むパワートレインなんですけれども、日本人は F スポーツが好きなんですね。海外と比較して明らかに違うわけです。だから 350H の F スポーツがあったらもうとんでもないことになってるんですけど、それがないことでまず踏みとどまってる層が一定いますと。ただまあ RX350 とか 500H の F スポーツが買えないから、じゃあハイブリッドもいいパワートレインだしバージョン L でもいいかなということで買いたいと思ったらこの価格設定になっているので、まあ、正直ですね NX の
ようなですね、ハイブリッドとガソリンどっちのリセールがいいって言った時にハイブリッドが人気すぎてハイブリッドの方がむしろいいみたいな今起きてるわけなんですけど、そういった状況が、そういったことにはもうなりえないですね。 RX350 のバージョン L の肉は660万円 RX350H の肉が758万円ですから、92万円ぐらいガソリンの方が安いんですよね。これをね、 RX350H の方が上回れるってことは絶対にないので、そういったリセールバリュー1年後3年後5年後を見据えた方もちょっと今はステイカーだってなってるっていう、そういうことになっているので、どうしてこの価格設定なのか、売る気があってこの価格設定にしたかっていうのがすごく不思議でならないっていうのが個人的な感想ですね。まあ、ただこのあたりはやっぱり乗ってみないとわからないのは車というところもあります。価格は高いんですけれども、乗ってみるとそれがすごくいい質感になっていて、PHEV までは価格帯にも届かないとかね、重さ的な事情があってこの立体駐車場入んないとか、まあ、いろんな事情がある方に刺さるものになるとは分かってはいるんですけれども、 NX ほど誰でも買える、もしくは今ね余ってるから割と枠に余裕があるから皆さんとりあえず買いましょうよみたいなことが言えるかっていうと、ちょっと冷静に実際のものを見るまでは何とも言えないなというのが個人的な感想だったかなと思います。続いて先ほども触れたインテリアイルミパッケージ、まあ、いわゆるアンビエントライトなんですけれども、まずはありがたいですね。ありがたい。ありがたいけど、私は昨年の RX 発表時からずっと言ってました。NX が21年に発表されて、翌年の22年の結構早い段階でサイレント改良でね、アンビエントライトで現行処理やめたと。市場の声的には、別に暗いのが好きな人もいるけど、明るいのを望んできた人には全然届かないよっていうところの声を反映してあれ改善してるわけなんですよ。でもそれが RX においてしっかり反映されていなかった。ここは、多分製造上とか開発サイクル的に致し方なかったという事情があるんだろうというところでいくと、間に合わなかったよとか今後なんとか改善できるようにするよっていうものがあればもう全然いいと思ってたんですけれども、狙いとしてアンビエントライトをやったんだみたいな発信の方がなんかネットニュースとかでも多かった気がするんですよね。それを言われちゃうとなんとなく本当のこと言ってないんじゃないそれっていう風に感じてしまうので、まあ早いこと現行処理だけは直した方がいいんじゃないかなって思ってたわけですが、まあそれが改善されたので、まあ、やっぱり市場の声は多かったということですよね。まあ、先ほどの通り開発サイクルとかいろんなもののバージョンとかがあると思いますから、素人が好き勝手言えるところは限られるんですけれども、これがねまた次に発表された新型車とか、まあ、それこそ LPX とかですよ、開発期間はまた違うとは思うんですけど、また現行されるで初期型を頑張って変えた人はまた煽りを受けるってことになるのをいい加減続けないでほしいなと思うので、そういった意味ではあえてこのアンビエントライトのグダグダしてるところは指摘しておきたいかなと思ったというところです。まああとはですね、今回足元のところを現行するようにしている、つまり足元以外のところは暗くならないっていうことにしているじゃないですか。でこれは絶対に何かしらの思いがあるんだと思います。それこそ足元が明るいと運転に支障が出るとかなのかちょっとわかんないんですけど、初期型の現行する NX、初期型の現行する RX を買った私が言いますが、とにかく現行された後は暗いんですよ。何を言おうとも。で、RX はそれこそ助手席前の長いラインのかっこいいアンビエントのラインありますよね。あれのおかげで現行してもついてる感が多少なりとも感じられてるんですよ。逆にドアトリムとか足元照明とかなんていうのは本当にどうしたっていうぐらい暗くなっちゃうんですよ、ドライブに入った瞬間に。なので例えば運転に支障を出さないために現行する部分を残したっていうんであれば、助手席前のあの明るいところを残したって言われたらまだ理屈がわかるんですよ。嫌ですけどね、嫌ですけど、なんでもともと暗い足元照明だけ現行する判断にしたのかなっていうのは素朴な疑問ですね。で私もですね、レクサスっていうのはやはり日本のものづくりの考え方とか控えめだったり、そういう表現が日本らしさをね出しているみたいな考え方あると思ってます。私もその気持ちすごくわかるんですよ。だから決してねビカビカパキパキ光らせたいわけでは私はあまりないんです。本当にシンプルに綺麗なカラーを表示したいな、もしくはレクサスの特別色ってね歌っているドーンとかバンブーとか他の車のメーカーのビカビカするアンビエントライトでは表現できない色を楽しみたいなと思ったシンプルな気持ちで見ても、ドライブに入れて現行した時の明るさを見れば、いやこれついてるのみたいな、さすがにちょっと暗くないって思うレベルなんですよ。どうしても私が今まで動画とかツイッターでやったやつっていうのはスマホのカメラで撮ってるので明るめに出ちゃうんですよね。玉屋さんのおかげで底上げしてもらってるんで、パーキングに入れてる時はそれなりにつくんですけど、でもやっぱりドライブに入れると夜でも明るいなみたいな感じ全然ないんですよ。他の人に見せてもそう言われます。動画で見るともっと明るくてちょっと自分では下げなきゃいけないかと思ったけど、そんなことないねって皆さん言うんですよ。なので現行処理は本当に一切合切やめた方がいい。現行処理をやらせるくらいなら任意で下げたい人が下げるだけでいいと思ってるので、このね実車を見た時に足元照明がどうなってるのかっていうのは、まあ、改めて見たいなと思ってます。
RX においてはね、ホワイト内装の方はやっぱホワイトレーザーっていうのは光をこう乱反射させて明るめに見えるような効果があります。ソリスホワイトオーナーさんだけは別に現行されても今のままでいいと思うんですけれども、私をはじめとするですね、発光部分がブラックになってるオーナーさんからしたら絶対にドライブに入れたら暗いはずなので、納車された皆さんもぜひねご意見教えていただけたらなと思います。あともう一個だけ物申させてください。それがですね、こちらですよ。これも噂通りだったんですけど、レクサス RX500HF スポーツと専用のメーカーオプション11万円のホイールとなっている、オンサホイール、バインホイールと私が呼んでるやつですね。これが本当にね、ディーラーオプションになっちゃったんですよ。レクサスさん、どうしてなのっていうのを本当に声を大にして言いたいです。いや、そんなね、専用ホイールだっていうところにこだわってるなよって思う方もいるかもしれませんけれども、大前提として、今までのレクサス車でこんなことなかったはずなんですよ。もしあったらね、教えてください。この車種専用のメーカーオプションのお金払うホイールですよっていうのを、メーカーオプションじゃなくてね、ディーラーオプションで追加する。つまりそのグレードとかモデルとかじゃなくても変えちゃうホイールにしたっていうのは初めてな気がするんですよね。しかも問題なのが、現時点のウェブのカタログ上では未だに F スポーツパフォーマンス専用アルミホイールって載せてるんですよ。専用なんです。なのにディーラーオプションのところには普通に入ってるんで、いや専用じゃないじゃんと、取り寄せられちゃうじゃんっていう話になってるんですよね。ディーラーオプションカタログのこのホイールが装着されている図になっているパワートレインっていうのが、以前と違って 500H にすり替わってるんですよね。スポーティーアロパッケージをなぜか 500H が付けている図になっているんですが、これだけ見ると500H にしか装着できないディーラーオプションホイールなのかどうかすらわからないんですけど、ちゃんとね、付けれるものに関してはフロントスポイラーのところに RX500H の F スポットが書いてあるので、やっぱり右端のホイールのところにグレードとかが一切指定してないってことは、350だろうが 450H プラスだろうがお金さえ払えば付けれるということになるわけなんです。もちろん 399,300円と非常に高額なオプションですので、まあ、そこまでしてこの RX500H で11万で選べるホイールを他のパートで付けたいって人はそこまで多くないと思うんですけれども、このデザインが好きっていうことは一定数いらっしゃると思いますから、頑張って装着される方もいらっしゃるでしょうね。それこそ TRD のですね、タイヤ込みのセットだと100万って言ってるホイールが77万もする単造ホイールなので、これにすればですね、半額までとは言わないですけど安く買えるんじゃないかというふうに買う方も出てくると思ってます。誤解しないでいただきたいのは、まあ別にこれ 500H 専用なんだから他の人がつけるの嫌だなとか、そういうちっちゃいことを言ってるわけではなくて、 500H でしかつけられないよということで歌ってお金を取ってメーカーオプションでね、最初につけるしかないってつけさせたのに、後でディーラーオプションで選べるようにしちゃってるっていうのは、メーカーオプションで専用で有料でつけれますよっていう価値観そのものを根本から否定することになるはずだから、なんでこれがゴーサインが取ったのかがわかんないんですよね。しかもな、マックスさんとかも指摘してましたけど、もともと RX のこのメーカーオプションホイールって11万円って結構高額なんですよ。一般的にはで、ね、一桁台でメーカーオプションでアップグレードできたはずなのに、二桁払わされている。しかも、それに対して単造か鋳造かっていうね、ホイールの素材のところとかが、カタログには載ってなかったんですよ。っていうか、今の時点でも載ってないんですよね。だけど、このディーラーオプションカタログを見ると、21インチの鋳造アルミホイールって書いてある。このあたりの情報のなんかちぐはぐ感もすごい違和感で、もうなんか気持ち悪いんですよ。どうしたのレクサスさん、何があったのみたいな。もっと言えばね、 LBX に F スポーツパフォーマンス設定されてないのにほぼ同じデザイン入れようとしてるあたり、このホイール問題に関してはすごく物申したいというか、別車種間でデザインを共有したりとかすること自体そもそも今までのレクサスらしくなくて、100歩譲って F スポーツパフォーマンスの象徴にしたいみたいな思いがあるんだったら、それはそれでわかるんですけど、だったらまさにこのディーラーオプションに設定するとか LBX に設定するっていうのは、そことはもう全然リンクしなくなっちゃうんで、もうだからとにかく何言ってもこれはどうしてみたいな感じになってしまったと。この3点が私が思う気になったところ、不満点となります。はい、そして一番最後はですね、改めて今回のこの改良モデルをこれから契約しようと思っている方向けの納期的な話のところをしようかなと思っています。まあ、最近のですね、レクサスのこの納期とか枠とかそういう話っていうのは、本当にある程度ですね、販売店に委ねられているのか、情報がちょっと錯綜する部分もあるんですけれども、現時点で聞いている話を共有させていただきたいと思いますが、まずレクサス RX350H と 450H プラスについては、現時点では常時受付ができる状態になっているということです。つまりホームページに記載してあるですね、3ヶ月から4ヶ月という納期の通りに、今日にでもすぐレクサス店に行けば契約できて納車されるっていうことなんですよ。そうなんだって感じしますよね。私もてっきりああいう風に期間は提示してるけど、枠は決まってるから、枠から漏れてたら全然契約できないじゃん、嘘じゃんって思ってたんですよ。そこで
嘘じゃなかったみたいです。申し訳ございません。もっと言うとですね、レクサス NX に関しても全部のパワトレが同じようにすぐに行って買ったら納期通り買えるんですって。びっくりですよね。で、逆に今ホームページ上で RX500H と350だけは詳しく販売店にお問い合わせくださいになってますよね。そういうことです。この2つのパワトレだけは未だに枠制度になっているので、行って買いたいと言っても買えません。事前に欲しいことを伝えて、販売店さんからあなたの順番来ましたよっていうのを待つしかありません。まあ、ここはね、早いこともう順番決めをちゃんとはっきりして、順番通りに声かけするっていう制度に戻した方がいいと思いますけれども、少なくとも今回追加された 350H、そして昨年私も欲しいと思っていたし、抽選の枠としては圧倒的少なかったはずの PHV の450H プラス、これも常に買える状態ということになっていますから、電動モデルのバージョン L の RX が欲しいと思っていた方はすぐにでもお店に行って商談をすることをお勧めします。この状況っていうのは、今後この改良モデルが発表されたことに伴って来客が増えて、契約する方が増えればまた状況が変わることも十分に考えられますので、とにかくお急ぎいただくのがいいんじゃないかなと思います。まあ、さっきね、モノモースターン終わったのにまたモノモースのもあれなんですけれども、納期が早くなることは歓迎ですよね。昨年の11月12月の抽選の時点で、ここから約1年先までに買える人の抽選をしますというのをやってですね、でそれで大半の方が外れちゃった。つまり今年の秋ぐらいまでは誰も買えないと思っていたのに、まあ、ちらほらちらほら枠がある契約したっていう報告がネットではうようよし始め、もっと言うとその最初の抽選に当たったって言ってるのに未だに連絡が来なくて待ってる方が結果年次改良になっちゃったっていう、なんだそれっていう方もいれば、もっと早い段階で 350H 出るよって契約できて納期通り3ヶ月できて今年の秋には手に入る人もいるっていう、やっぱりだからね、去年の RX のその注文の始まりからこうグダグダ来てる感じっていうのはやっぱり印象が良くないですよね。もっと言うといろんな事情はあるんでしょうけど、今回の改良も下手したら1ヶ月くらい前からもうネット上では契約しましたみたいな話が出てるのに、公式発表はずっとしない状態でなんか言うこともできないみたいな、もうこれもね、いい加減にやめた方がいい気がしますよね。せっかくね、先行注文みたいな情報を知ってる人だけはさっとやったら勝ちみたいなことをなくしてくれて、それレクサスさんナイスジャッジって思っていたのに、改良版においては情報を知ってる一部の人だけが得するというか、先に行動できちゃうみたいなことになると。で、そんなのはもう SNS 時代においてですね、すぐに出回っちゃうことなので、できればね、社内上の理由とかもあると思うんですけれども、お店で改良モデルが契約できるようになったら年次改良モデルも含めてリリースしてもらう、そこと合わせてもらった方がもうトラブル起きないんじゃないかなっていう気がしますね。今回のアンビエントライトもね、なんか改善されたって聞いて説明を受けた人と、そんなことはないって言われてる人がいて、情報違うじゃないかとかなってるんですよ実際。だからお店側の負担がまた大きくなっちゃうから、いっそのことこうやって公開してもらった方がね、みんなトラブルにもならなくていいと思うので、そのあたりもなんとかしてもらいたいなって個人的には思います。でもレクサスの努力もあって、こうやってですね、 500H と350以外は順番待ちなんかしなくても行けば買える状態になったっていう結果があるので、まあ、それを今からぐじぐじ言っても仕方ないんですけど、逆に 500H と350は枠制度なので、それをどうやったら買えるのかっていう問題はまだ引きずってますし、この後秋に来るであろう LBX や来年来る GX の時に同じことにならないようにしなきゃいけないと思うので、この部分についても今なおレクサスさんの方で頑張ってね、対処していることを信じ祈りながら、欲しいと思った方が普通に買える、乗るつもりもない人によって阻害されることがない販売方法に行くことを祈りたいなと思います。レクサス RX の年次改良モデルや内容について簡単に私の方でまとめてお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。まあいろいろ言ったんですけれども、買いたいのに全く買えないよみたいな状態だったものが一部グレードに限るとはいえ現状として変わったっていうのは非常に喜ばしいことだなと思いましたし、プレスに載っていない細かい部分の改良っていうのも絶対にレクサスはオールウェイズオンの精神でやってくれてると思いますから、これから年次改良モデルが納車される方、新しく発売される 350H が納車される方、まずはすごく楽しみにするだけでいいと思いますし、ここも変わってたよみたいな気づきっていうのはやっぱりオーナーさんじゃないと分かんないと思うんですよね。なのでこういうところ良かったよ、変わってるよっていうところがあれば、またぜひ教えていただきたいなと思いますし、市場とかね、実物を見ることができる機会があれば私もチェックさせていただきたいなと思います。本日の動画は以上となります。この動画が少しでも参考になった方はチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。 Twitter や Instagram のフォロー、メンバーシップ、Nexus もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。